アマンゲリドゥイ・ムラディエフアマンゲリドゥイ・ムラディエフは、キルギスの政治家。暫定政府に引き続く、技術政府の第一副首相。元首相。2001年7月から2004年2月、株式会社、キルギス金融取引所社長。2002年10月20日、ジョゴルク・ケネシュ出馬。2004年2月7日から2005年9月13日まで、経済発展、産業。 貿易商代行となったが、議会の承認を得られなかった。2008年6月から、政治運動、統一キルギスタン議長。同年12月24日から、統合国民運動政治局員。2010年7月14日、ローザ・オトゥンバイバを主犯とする、技術政府の第一副首相。注意カリー認知区区アルイク村出身。カラバルト食料産業専門学校。 フルンゼ政治大学、ソ連閣僚会議付属人民経済アカデミーを卒業。キルギス共和国工学アカデミー会員。国際工学アカデミーのメンバー。最大、一難一条有する。キルギスタン共和国サッカー連盟総裁。キルギスタン統一党政治会議調整官。キルギス共和国功労産業労働者。理想の政治家は、フランクリン・ルーズベルト。 ありがとうございます。